はい、どうもラギです。今回なんですけど、このクイックバスケットのステージって、まあ、エリアが、縄張りバトルなんだけど、エリアがあるんですよ。で、エリアを取ると、まあ、自動的にさ、北中塗っても、まあ、エリア塗ったみたいな感じで、取れるんですよ。パシャーンって。パシャーンって取れるんだけど、今回それだけ利用して、もしかしたら引き分けできるんじゃないかなと思ったので、エリアだけ塗って、てかでもさ、そうだよね。3個ずつ取ったらさ、てか普通に考えてさ、3個ずつ取ったらさ、引き分けだよね。むしろ引き分けになんないとおかしいみたいなとこあるんで、ちょっと検証してみたいと思います。はい、間違えしました。ということでですね、今この線が出てるところ、パシャーって線が出てるところを、ここだけ塗っていきたいと思います。俺今朝さ、ここでさ、煽るだけの縄張りバトルやったんですけど、すげえ面白かった。それを見せたかった。見てくれました？あの動画。結構盛り上がったんですよ。自分の中では。自分の中ではなんか、このずっとペチペチする行為。なんかこれ、すがすがしいよね。で、あと塗り方なんだけど、これ出ないようにしないといけないから。なんか、うまいこと、地面向かって、下向いて打つ。あ、オッケーオッケーオッケー。こうやって自動、パシャーンって取れるんで、まあ、こんな感じでやっていきましょう。で、真ん中周辺から塗っていかないと、はみ出ちゃう。絶対はみ出ちゃうから、はい、とりあえず、できるだけギリギリを狙わないように。ギリギリ狙っちゃうとマジではみ出ちゃうから。いけそうなとこだけを狙ってやっていきましょう。もうちょいかな。もうちょい。あ、オッケー！いいね。2個目完成。まあ、こんな感じで敵陣地3個、自軍3個あるので、ここだけ塗ればね、絶対引き分けですよ。てか、普通に考えてさ、マジ引き分け、ここなんないとおかしくない？おかしいよね。だって同じエリアなのにさ、ポイント違ったらちょっと不利になっちゃうもんね。よし。よしよしよし、オッケー、完成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 しました。じゃあ、あとは、怖いので、帰っておきましょう。これ待機だ。うわ、ドキドキする。どうだ？え ?3 ポイント違うんだけど、え？ちょっと逆にしてみよっか。ちょっとよくわからないので、アルファとブラボだけ変えました。ちょっとまた3分間使って塗っていきたいと思います。はみ出てない。こっちもはみ出てない。最後もはみ出てない。てかめっちゃ綺麗だね。マップ上から見ても問題ない。ちょっとこれで引き分けになるか見てみよう。なんで？引き分けじゃない。不公平じゃん、これ。これはミステリーゾーンで。どうしても引き分けが取りたい男の物語である。まあこれはもう機械に任せた方がいいのかな。ちょっと残るんだよな、このバー。ほら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 、こいつちょっと残すんだよ。もっと綺麗に塗れよバー。ちょっと汚くなっちゃうの。ほら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 。あ、止まった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 。チャンスチャンス。オッケーオッケー、いい感じじゃない。マップは？あ、いい感じ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 。どうだ？どうだ、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 どうだ。真ん中にあるバーに中央を塗ってもらえば、もしかしたら引き分けが取れるのではないかと思ったので、やってみました。0.2 の差あるの？嘘。ってことはこっちがちょっと濡れてないのかな？どっか濡れてないのかな？綺麗に塗ってるつもりなんだけどな。でも結構時間に余裕はあるから、このステージは結構時間に余裕があるから、なんかマジで見直しができる。こういう周り塗っとくか。で、縁塗っといて、なマジで塗り残しないようにしないとね。お、いい感じいい感じ。ただ色がちょっと見にくいな、マップ。え、すごい。え、この色すごいね。ピンクの色すごいね、ピンクの色。綺麗じゃない？ピンクの。上の方白いし。光かな？
あ、止まった。脇塗って、これ最後の脇がね、大事だから。いい感じ。来たべ。来たべ、これ。嘘ー。このステージでダメか。あとは最後の、ここの、こいつが塗り方汚いんだよ、このバーが。バー全然塗れないんだよ。ちょっと残っちゃうんだよね、相手のインクが。これを掃除しなきゃな、あとは。でも可愛いな。バーせっかく塗ってんのに、ちょっと塗り残しがあるの可愛いな。塗り残し塗り残したあいつ。こっち大丈夫だ。オッケー、お願いします。頼みます。いや、バーの一族ならいけるでしょう。行くでしょう。頑張れ。あー、 0.1 届かない。0.1 届かないの。どこ、どこにあるんだ、0.1 は。うちの 0.1 はどこにあるんだ。どこ行った、0.1。 はい、どうもなぎです。最近ですね、引き分けを狙うって形で、まあ、ほとんどステージと戦ってるんですけども、今日は完結戦のバラっていう、ここ の, かんあの完結戦があるステージで、引き分けを狙っていきたいと思います。で、このステージなんだけど、まあ、一応真ん中が、分かれてるんだよね。こっち陣地とあっち陣地で分かれてるから、真ん中の、なんて言ったら、線が引きやすい。中央が塗りやすいから、このステージにしました。他にもいろんなステージやったんだけど、なんかどうしても、引き分けならなくて。なので今日は、ここの、綺麗にして、こういうとこ綺麗にして、引き分けを狙っていきたいと思います。真ん中どうしよっかな。あと上だね。上もあるから、上も真ん中引かないといけないな。線どういう風に引こうかな。縦に引くか、横に引くかなんだけど、縦の方がいいかな。この下のとこに合わせて、縦かな。横ちょっと塗りづらいし縦だな。じゃ、左側を青にしよう。で、右側をオレンジに塗ってもらおう。塗り塗り中。塗り塗り中だよ。塗り塗り中。これでどうなったから。塗り残しないよね。大丈夫だよね。あー惜しい。めっちゃ惜しい。惜しかったなぁ。さっきめっちゃ惜しかったなぁ。めっちゃ惜しかったね。初めてのさ、完結戦でこれ良くない？めっちゃ惜しかった。さっきの本当に惜しかったと思う。ぬーりぬりぬりぬり。ぬーりぬ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 り。ちょっと塗るのが。あ、オッケー。完璧じゃん、今の。完璧、ここ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、ここ。いや、オッケー。どう。あはは、今度こっちか。惜しい。ちょっと引き分けた！うわ、ドキドキする。どうだ？え？3ポイント違うんだけど、え？0.2 の差あるの？嘘。
これちょっと塗るのが。あ、オッケー。完璧じゃん、今の。完璧、ここめっちゃ綺麗。もうめっちゃ綺麗、ここ。今度こっちか。惜しい。なんか俺思ったのは、今まで、真ん中がないステージを頑張って真ん中区切って、で、塗ってたんだよ。で、バーの一族は、なんかもともと真ん中決まってるからさ、区切る必要なかった。だからなんかうまくいかないんじゃないかっていう。今までなんかその、真ん中を手動でやることによって、なんかうまく調整できたのではないかと思ってて、だからなんか、クイックバスケットとか、真ん中が決まってないステージがいいと思いました。はい、じゃあ今回はクイックバスケットで引き分けを狙っていきたいと思います。で、前回の、どこだっけ?前回の完結戦か。完結戦下のポイントは一緒だったんだよ。下のポイントは一緒だったんだけど、なんか、上のポイントができてなくて、その上のポイントを一緒にしたいんだよね。これが真ん中か?この線が真ん中?っぽいな。ここだな。この壁の線、あ、きれい。どうよ?どうよ、これ?いいんじゃない?で、あと緑に塗ってもらえば、いい感じの真ん中が引ける。どうだ、これ。あ、でも、上から見たらめっちゃ綺麗だぞ。やった!イエーイ!イエーイ!なった!引き分けなった!